はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は絶対に受けてほしいクエストを紹介していきます。場所ですけども、ここ、メギストリス城3階の宝物庫ですね。キャラクターが座っております。こいつからクエストを受けましょう。クエストナンバーは30、鍵師の小箱ですね。まず道具の大事なものに入ってる謎の小箱を調べてみましょう。謎の小箱使います。じっくり眺めてみました。小箱の裏に文字が刻まれているのを見つけましたよ。箱の裏の文字を見ると大体の場所は分かりましたよね。詳しい場所はこの辺りです。ベリナード城下町の、横あたり、そこに柵があります。この先に行くと、敵がいますので倒してみてください。ちなみに結構強いです。レベルがある程度上がってないと厳しいと思うので、ちょっとレベルを上げてから挑戦してみてください。出ました。かかっている術がかき消されましたね。倒して術が解けた後に、元来たネジロ話しかけてください。そうすると盗賊の鍵をゲットです。はい、ということで今日はクエストナンバー30、鍵師の小箱クリアしてみました。盗賊の鍵があると全ての宝箱を開けることができるので超お得ですよ。できるようになったらすぐにクリアしてみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。